はい、えー、ジュジェムさんよろしくお願いします。カブ君お疲れ様です。えー、マリニン君は、よほどのことがない限り、多分優勝だろうなと私も思います。私が心配をしているのは、高難度ジャンプを飛んで、着実の衝撃が、えー、彼自身の、えー、先生命に負荷をかけないか、姉さん君もずっと股関節に痛みを、えー、持っていたらしいからね、えー、細腰に見える。 うん。マリニン君の下半身が保ちますように。長く見たい選手ですからね。今のマリニン君は、あ、ちょっと待ってね。演技力、表現力の成長期がど,ど真ん中。見るたびに進化成長していて、もう楽しくな、楽しくって、楽しくってならないです。シャウマ君のラベンダー、ロコの頃、時期が被ります。うん。思い起こせば昨年の8月、ザ・アイス・アイスショーの夏合宿、勝手に命名、ジュンファン君と プロアーダンスを披露して、最初は生きがっていた兄ちゃんだったのが、えジュンファンくんの見せる演技に触発されてえ、乾いたスポンジみたいにどんどん吸収していったんですね。え先週だけなんてもうめちゃくちゃかっこいいでしたからね。うん。アイスショーを終えて国へ帰った。パパさんとママさん驚いただろうな。と、一人でホックスを M 私でした。ああ、スケートを語り出したら長くなる。他の人についてはまたね。 うん。まあそうですね。マリニンん怪が、うん。マリリン選手の、だから、まあ、最終目標とかも気にはなりますよね。でもアメリカなんで、まあ、大学の進学とかもそういうのまたあると思うんで、そういったとこで、まあ、人生設計とかも、ね、どういう設計を持ってるのかっていうのはちょっとあれですからね。うん。あんまり長くやんないんじゃないかなって気もするし、ねもし次の、あの、ミリノオリンピックでね、優勝なんかしたら、 どうするんでしょうかねその後の目標とかね。84回転、8クワ、トクワートラップルんあれクワートラップルか。8、トクワートラップルとかの可能性はあるのかなあ、8は無理か。7か。7ですね、今ね。うん。でも4回転4回転のコンビネーションもできるんでね。<laughs> もしかしたら。はい。ちょっとまあ怪我とかについてはね、どうなんでしょうかね。うん。はい。えー、かぶくん連投失礼します。 ワリエワ選手のドーピングについてですが、私はドイツの東西統一したときに、ドーピングに代わる人材がロシアへ移住したんじゃない,ないでしょうか。なるほど。私はこれが第一の原因だと思います。西側のドイツには行けなかったと思います。ドーピングは悪である。 西側諸国はこれが常識です。東側体制は国民よりも支配階層の欲望が優先されていると感じます。そこに発達した東ドイツのドーピング技術が一品入ってきました。ドイツ人にとってはソビエト人がどんな人生を歩もうか関係ない。そう思ったかもです。なるほど。頑張ってオリンピックで金メダルを獲得をする。そうすればその後の生活、 が安泰です。子供の気持ちそっちのけで、親自身がスポーツの結果に無給時代を当てて子供を追い込みます。子供の善悪の区別がつく前に、そんな環境に放り込まれたらゾッとします。ワリば選手自身も間違ったことだという認識はないんだろうな、ということですね。うーん、でもこの前のワリば選手のね、NHK だかな見ましては、あの、ワリばもね、エテリーさんも否定はしてましたけど、 でも、五十何種類の薬をやったって、を何あの、もらったっていう話聞いたときに、さっき、ね、ありましたよね。まあ、本当もしもそれだったら、もうね、本人もわかってるはずだし、まあ、国家秘密なのかなって、ちょっとね、思っちゃいますよね。なんか秘密があるのかなっていうね。わかりませんけどね。うん、まあ、プーチンとかも知ってんじゃないかな。ね。ドイツの話、なるほどですね。 まあ、なるほど。うん。ドイツか。うん。はい、えーと、マスミンさん、よろしくお願いします。もうすぐワールドなんで、ドキドキしてきました。男子は、ショーマ君、カニアマ君、カカオ君に優勝してほしい。イリア・マリニン選手も好きです。昨今の、ウェイリア君は、どんなジャンプでも止めてしまう。ボタンにいた頃から回転が身についていた転生の才能だと思います。 近年の歴代五輪チャンピオンは、ロシアはウルマノフからクーリックからのヤグリンからのプルシェンコと4連覇。そうですね。それから米国のライザテック。その後、日本の羽生の2連覇で、前回は米国のチェーンとなっております。イデアはきっと米国の五輪2連覇を目指して、これから今年と来年のワールドを制し、五輪金まで狙っているでしょう。もっと先を言えば五輪2連覇を見据えていると思います。なぜなら なば彼は野心家だし、羽生選手に憧れて、えー、並び追い越したいと思っているはずです。アメリカキシ,キシです、えー。それは問屋が,が下ろさないと日本選手に頑張ってほしい。えー、大幅なルール改正は5輪後になるし、えー、現在のテクニカル転倒なしの、えー、ルールだといささか心配もあります。だから今回のワールドに向けてすごくドキドキしています。うーん、いうことですね。 まあ次のオリンピックでルール変わっていくんでしょうかね。まあちょっと気になるのが、バックフリップ。あれね、ちょっと僕の入った情報によるとね、まあその、ISU そんなにね、そんなに嫌ってないですね。あの技ね。まあ限定をされるんですけど、なんかちょっと、どうなっちゃうんでしょうかね。うーん。なんかね、結構、 あの悪い印象はないみたいらしいですね。そんなにね。うん。だからどうなっていくのかな i s u はもっと刺激的なものを見たいのかなだとすると、まあ、ジャンプ改定とかってないんじゃないかな多分わかりませんかよね。ありますかね。うん。ちょっと i s u の中でどういう議論をされてるのかっていうのが、ちょっと今度わかったらね、話したいと思いますね。あんまりちょっと練習所行けてないんで。 えー、そういった情報を手にすることはできませんけど、結構ね、あの、ベルギーのメークルンのリンクだったり、行くと、あの、子供たちが先にもうやってるんですよ、練習で。で、先生に聞くと、まあ、あの、ね、こういうふうにこう、こうだからって言って、まあ、あの、あ、そうなんだって、まだ決まってないのに教えてるわけですよね。だから、結構、もうその、選手たちはですね、ルール改正が公式に決まる前に練習を始めてるんですよね。うん。そういうのを目にすることができるんで、 まあちょっと行けばわかるんですけどね、ちょっと今のところ情報が全くないんでね。うん、はい、気になりますね、うん。まあスピンの難しい出方でウィンドミルがなくなるんじゃないかっていう話はね出てますけど、まあそれもちょっとまだわかんないですね。うん、はい、えー、そして、えー、こんばんは。次々と、えー、現地入りしてますね。 ヒリアとアダムが全部ジャンプを決めてきたらアセンだけど、フィギュアスケートは技術、芸術だって、日本勢が見せてやれと。いうことですね。うん、まあ、あの、総合力。ただけ、えっと、カリラムくんが話してました,たけ、えっと、トータルなんとか、トータルなんとかですね。えー、トータルパッケージか。ね、トータルパッケージですね。でやってほしいですね。あとは、まあ、どういうジャッジになるのかと。ジャッジがどういう感じで構成されるのかっての気になりますね。うん。はい。 というわけで、現地入りしてますので、楽しみですね。うん。と、モレンさんと、ハナさんの、え練習は、なんかあったらしいです。他の選手はどうなのかなね、6分、あの、公式練習ね。氷の状態とかも気になりますよね。うん。まあ、とにかく楽しみだね、やっぱね。あの、楽しみだし、えー、っと、ね、まあ、優勝争いだけじゃなくて、他の選手、個性あふれる選手と、えーと、楽しみなんで、楽しみです。はい。 ありがとうございました。